アルバルク東京はグダイティスが入ってきています。ネイサン・ブースのスリーポイント、ネイサン・ブースからヤン・ジェミントップからのスリーポイント、ヤン・ジェミン奪う、決めた。そうですね、はい、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミンコーナーから決めました。ヤン・ジェミンのスリーはヤン・ジェミン決めた。いやこういうとこ逆サイドよく見ていた、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミンのスリー来ました、はい、ヤン・ジェミン走る、自分で行く、ファストブレイク成功、はいね、セカンドチャンス中ズバッと入ってきた、決まりました。いや残しました、渡辺龍ゴール下。さあネイサン・ブース、ヤン・ジェミン2人がかりですが、ファールになってはなく中に入れました。ネイサン・ブースから外キックアウト、ヤン・ジェミンのスリー、ヤン・ジェミンスピード変えながらゲルンにパスをして、そしてヤン・ジェミンに合わせる、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミン、さあヤン・ジェミン中に入っていてフェイダーウェイ切り、ここで10秒切ります。ヤン・ジェミンがドライブ選択、ヤン・ジェミン、さあステップからキックアウト、ヤン・ジェミンのスリー、さあ小林です、ヤン・ジェミン、デビン・オリバーを従えながらヤン・ジェミン、ヤン・ジェミンスリーポイントが来ました。ヤン高さを使うゲレン、ベイカーが遅れていく、走り込んでいたヤン・ジェミン、ヤンのスリーは落ちました。パスを選ぶヤンのスリーポイント、ヤンが来ました。ブースにはワン、コール、ヤン・ジェミン、3対2、最後ヤン・ジェミンだ。ミスマッチあります、おー、タフショット、コーナーに出して小林、ヤン・ジェミン空いたところスリーポイント、ヤン・ジェミン、おっと振り切っていった、ワンオン、決まりました。中入ってきてコーナーからヤン・ジェミンのスリー、取りたかったですね今のはね、ヤン・ジェミン、さあこのチェアのディフェンス、バスケットか、ワンポジションさ、ヤン・ジェミン、アウトサイドからのスリーポイント、現代阿部が抜け出して走り込んできた、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミンにボール入ってエルボージャンパー、ヤン・ジェミンどうだ、射抜いた、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミンの突破力いいですね、うわあ、落ちて、エンドワン、右のコーナーからのスリー落ちてオフェンスリバウンド取りました、ヤン・ジェミン、キックアウト、ヤン・ジェミンのドライブ、ジャンプシュート、ファンクションと決まりました、ボールを動かしてヤン・ジェミンのフェードアウェイ、外に出してヤン・ジェミン、ワンフェイクからもう一回フェイクを入れてツーポイント、兼近になっています、マッチアップ、おー、ヤン・ジェミンいった、現在アウトナンバー、ヤン・ジェミンだ、ヤン・ジェミン連続得点、外に出してヤン・ジェミンのスリー、あ、いいスクリーンがかかりました、最後はヤン・ジェミンです、昨日に比べて抜け方を生かそうというそういう気持ちが見えますよね、あ、そうですか、決まりました、日本外から3本目なるか、きた、ピック使って仙台はね、このパスの離れが早いですよね、はい、4本目2秒打てない、無理やり打った、おお、入った、乗ってましたね、こういうリズム乗りたいですね、いいですね、スリーポイント決め、上がって助けるやつ やりましたね、キングスは、あ、いいですね、おお、ヤン・ジェミン外、ヤン・ジェミンのスリー、いいですね、オール・フォー・ワンが、ワンホールが頑張ります、うわあ、ヤン・ジェミン、いやー、うまい、いやヤン・ジェミン、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミン、入りました、ヤン・ジェミン、ザック・バランスキーついていますが、ヤン・ジェミン決めます、ブース中にエリック・マーフィー、ヤン・ジェミン中入っていった、オフィシャル阿部から外、キックアウト、ヤン・ジェミン、素晴らしいですね、ヤン・ジェミン、ここからどのようにワンツーに切り替えるかというところですが、ヤン・ジェミンが決めました、ネイサン・ブース使いながら左のコーナー空いていた、ヤン・ジェミンのスリー、ヤン・ジェミン中入ってくる、エサトン釣り出された、あ、うまい、ここでヤン・ジェミンフローター、あー、うまい、キックに来たゲームです、外、ヤン・ジェミンのスリー、今日のスリーでした、第3クォーターの初得点なるか、スタート、ヤン・ジェミン、ヤン・ジェミン、
ゲーム出る。うわー、ジェミン直す。そしてフロントに上げてきました。うわー、ロールしてきた。もう目視で分かりますからね。その期待に応えるゲーム、ミシが上げてほしいです。はい、しかここはルースだ。パス選択、ヤンジェミン、コーナースリー。ここはまた回して決めていきます。トーマスに渡す、中に供給して、ヤンジェミン、ヤンジェミンがスピンして決めた。ヤンジェミンに対しては前田サトル下がってフェイナレー気味。ヤンジェミンゴリッといってエンドワンファウルありました。そして青木、うん、中ゲルに対してはパスコース切られていましたが、ヤンジェミン空いた。あ、ポストアップいくか。ただヤンジェミンに任せる。ヤンジェミン、おお、これバスケットで入ったが、ここはスリー打たない。コーナーのヤンジェミンに任せた。いや、いい判断でしたね。もう一回ネイサンブース、そして外、ヤンジェミンスリーどうか、来ました。ヤンジェミンスリー来ました。ヤンジェミン、ヤンジェミンドライブレイアップ。ハイボール、今度は青木、青木からベースラインドライブから、これで15対0のラン。そしてここはオープンでした。ヤンジェミン、渡辺翔太、サーレ、そしてヤンジェミン決めた。フォーマスから阿部亮、スリーポイント来ました。リバウンドゲルン、なんとか弾いて、これが仙台の強さ。そしてネイサン・ブースのスリー、まだ落ちるが、ヤンジェミン、インサイドのプレッシャーかなり強くなってますが、ヤンジェミンはどうか、ポイントになる。そしてこのボールを奪った、ね、勝ち越しなるか、ヤンジェミンの得点で。今度はトーマス、中に入ってきた、ヤンジェミンに合わせました。いいです、ライティス、ショーディフェンス、右に振ってヤンジェミンのスリー来ました。スリーの強さがあるヤンジェミン、ヤンジェミンクックショット、素晴らしい。トーマススピードアップ、合わせに行くのはヤンジェミン。ファールアップ、青木一人、またパスが回った。仙台ヤン、ヤンスピンムーブから仙台が決めます。仙台が一つ飛ばしてヤンのスリー、素晴らしい、はい、強気決め切ります。はい、いう考え方もできますが、合わせた。あ、ここいいですね、はい、最後はヤンのスリーポイント入りました。ヤンジェミンを呼び込みます。ロングツー、よく決めた。人が今リーグ2位、平均32本ありますが、このリバウンドを取ったヤンジェミン。ジェミン押していく、押していく、ファウルなし、決め切りました。ヤンジェミンゴール下で受けて振り向きざま、決め切りました。ヤンジェミンもらってそのままコーナーからヤンジェミンのスリーはどうだ、来た。素晴らしいですね。ゲルンからブース、中に入れるヤンジェミン、ゴール下決めました。飛び込んで外、ヤンジェミンスリーポイント来た。素晴らしいですね。外、ヤンジェミン3本目来るか、来た。狙っていくか、キックアウト、スリーポイント、コーナーからヤンジェミン、1対1、リバウンド自分で取った、決めてきました。ヤンジェミン中仕掛けていく、スピンムーブからのジャンプシュート、ヤンジェミン、ヤンジェミンバンクショット。ジョン選手とヤン選手の対決だとジョン選手の方が上手ですね、ただヤンジェミンやり返す、ヤンジェミンピポットを踏んで、ヤンジェミン、あ、うまいですね、決め切りました。うちも頑張ったのに、そうですね、そして早い展開、ヤンジェミン、ヤンブース、野本がコートに入っています。ヤンジェミン合わせ、いいですね、キックアウト、ヤンジェミン外、来ました。